やっしゃー、お疲れ様でーす。なんかやりましょう。マガ強かったー、超強かった。ボコボコにされた。バイソンはね、使わないんですよ。バイソン使わないんですよ。じゃあ、1、2、3、4、5。今日は6人しかいないので、6人でできるイベントどうしようかな。はい、ありがとうございます。風切りさん、どこの方だろうね。さあどうしようかな。あんま複雑なのやるとね、海外勢に説明できないからね。トマックもみを組みてやる。ああ、そうか。え、もう帰ってきたんですよね。ですよね。お帰りなさい。お帰りなさい。そっかそっか。凱旋記念組みて。竹地組みて。どうしようかな。なんか本当に案があれば何でも。キャミー、ザンギー、スーパーサガット、ケン、バイソン、キャミー対エッサガが行われる可能性が高いですね、これね。いいじゃないですか。そうですよ、エッサガさん好き。あなただけです、ね、さてどうしようかな。本当になんかやりたいのあれば。6人でしょ。やるか、シングルトーナメント。シンプルでいいですよ。シンプルなのに行きましょう。よし、よし。じゃあ、ダブル意味で、
はい、それじゃあシャッフルしました、シャッフルしましょう、シャッフルしましょう。じゃあシングルトーナメント、実にシンプルなやつやりましょう。はい、お決まったね。キャミーが反対側に固まったな。よし、やりましょう。1回戦はマキリ対カセキリさん、次が2回転対ジャロップ。シングルトーナメント、いや、まだ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 、うん、よし。風切りさんどこの方ですか。ババゼ、おー、ミカドだね。さあ、スーパースリートファイターズ X の今日はシングルトーナメントダブルエリミネーション形式始めていこうと思います。6人しかいないのでサクッと終わりちゃいそうなんですが、もうちょっと考えましょう。はい、まずは最近急上昇中マキリ、さっきのヒヤリやりましたがめっちゃ強かった。そして初参戦ですね、風切りキャミ、高田のババ勢らしい。さあ、凪が入ってキャミー体験はかなりキャミーがいける部類だと思いますが、あ、いい勝負ですね。有利には転ばないんじゃないかと思ってます。うわっと、スパイラルめり込んで、さあ、キュートラグ、キャミー側はとにかく画面端に追い込みたい。おっと、痛い、これはテール。さあ、厳しい、端っこ膝つかみ、パーフェクト。さあ、次の試合2回転対ジャロップ。Tiger! Tiger!
Tyson win.遅くなりました。さ、トーナメント表を貼り付けました。こんな感じです。あれ見れてない？大丈夫かしら。さあ、タケチヨーロッパ帰り、そして先ほど神戦を見せてくれたマキリ、しかしこれは踏み込みが段違いでは強いぞ。タケチスパイラル入って昇竜ぶち込んだ。めくりではない、かなり見づらいやつ。ギャミーは剣のめくりを振るうと即死。おー、投げに行ったタッチキックになってしまいそうだが上をカバーしている。あースパイラル垂直ジャンプがうまいが、ダイヤスもらってここは膝掴み妥協だが、それなりダメージ。新足とスパイラル、おーまい波動拳に合わせようとしたが、フーリガンが通る。さあ勝負。おーおー、バックジャンプにキャノンを狙っていたが、スカッてしまう。まずはフーリガン、そして中央先端スパイラル、かなり強い連携。恐竜ぶっ込んだ、めくりに行ったところキャノンで逃げるが、しっかり移り入れていく。さあフーリガンからまだ死んでいないぞ。おお、どうなる、巻きに粘れるか。ダイエスかぶった、うわー出なかったさあまず上に勝ち上がったのはタケチ。次はストマックもみを対2回転は飛ばしてもいいかな。うん、ストマックもみをが 1P の2回転 2B です。
それではルーザーズルーザーズトーナメント、風切りさんが 1P、 ストマックもみを 2P で、風切りさん、はい、次がねジャロップジャンプ 1P、 ネクスネクスで、マキリが 2P 側でお願いします。さあ初参戦が2人もいるのにバーサスでは何をやってるんだ。台風なんかに負けるなんて。さあザンギ対キャミ、ザンギはもちろんやりたい相手ではないでしょうけども、さあ一気に行くかと見せかけて今度は逃がしてしまったので中距離戦、キャノンをガードしてしまう。こんばんは、こんばんは、 X ゲーマーズ、あ、リオン、ね、うん、シノニーも行ったの、マジか。おーっと、大きい攻め、厳しい。あ、ちょっと待って、スクリューてしまった。さあモミオがさすがの動きですね。じゃあリセットをお願いしていいでしょうか。すんません、ジャロップどこの人だっけな。あ、 TMF、 タケチ、スモンド、シノニー、 TMF、 すごいメンバーですね。 X ゲーマーズ、さあそして 1P 側ジャロップ、この前エクサで見かけた顔、アメリカのエクサが使いだったはず。対するは正統派マキリケン、ジャロップ相当さっき見た通り強いですよ。おお、いい投げも使っていく。X 剣はこれさすがに組み合わせが辛いですね。ですが、マキリは諦めない。うまい。足なら俺の方が強いんだと。しかし、このタイガーショット、そして飛び。誰かが張ってましたが、あー、教授か。エッサ側、飛ぶまで1フレ早いそうです。X 坂とより。タッチコーキック、タッチコーン、おお、タッチアップはマジ。さあしかしマキリが落ち立てるが、ここで逆襲の飛び、アッパー勝利入る。マキリ、おお、上りたいくから届かれ、飛んでいく、やる、すごいね、すごいわマジで。じゃあストマックもみおが 1P、 マキリ 2P で、じゃあそのままやっちゃいましょう。いやー
ーすげえなー、本当に強くなってる。さあストマックボミオ、ザンギの限界近いところまでの動きを見せることがある気分屋ですからね。またイツルは先ほども言いましたがスタンダードタイプ、マキリじっくり上を見れるようになったが、スクリュー入ってしまう。2回刻むのがストマックモミオの強みの特徴。さあダブルラリーは食らいたくないが、さっと掴まれてしまって昇竜叩き落とされてめくりが入る。揉んでいく代名詞のモミ。じゃあもみをそのまま、また僕とですよ、やだななんだって。モミオと2回は辛い。ジャブ強いですね。さあ決勝戦です。グランドファイナル。まずはタケチがライフ2つ持ちで、モミオがゼロ。1個ですね。今日はエッサガバイソン以外は弱キャラしかいない。タッチ強キック、タッチ強キックそんな使わないですけどね。普通何ですかね。さあモミオのダイエスからザクアシスクリュー、お攻め読み合い、まあ、いきなりキャノン。さあ行くのか、おお2回もミスって逃げ出した武智、しゃがみ強パン、イニシエの対空。さあもう体力が追いついてしまう。無敗でキャミーで勝利してしまうのか。モミオが、あすえキャミーの未来がまた一つ。これ、立ち強キックなんで使ってたんですかね。ないんですか、あれ。中足より。中足よりは短いけど。長いらしい。ありがとうございます。それでは、とりあえず、一旦終了で、そうっすね。タケチさん優勝なんですが、なんかやろう、なんかやろう、ちょっと物足りないですよね、みんなね。じゃあ東西戦やろうか、東西戦やりましょう。
ちょっと待ってね、多分これで大丈夫だと思うんですけども、やや時間がかかりますので、すいません。来たかな。 OK 来ました。それではカード引いてもらいます。黒が 1P、 赤が 2P。 はい、オッケー。黒が 1P、 ブラック、うん、じゃあこの3人が 1P 側、うん、 2P 側が、はいはい。それでは、イベントもう一丁、今度は東西戦です。 1P 側の先方と 2P 側の先方だけ決めて、あとはまあかぶせ合いという感じでいきましょうか。見えてるかしら、大丈夫、配信復活しました。先方だけじゃあ決めてください。
さあ出てくるのはジャロックのフェイロン。フェイロンですが、これはモミオが仕上がっている。ちゃんと仕込んでますね。さあ劣化しっかりつないで投げる。いいよ劣化神拳、うまいね、素晴らしい。さあ劣化から劣化までつないだが2段目出ず、回されるからのこのフォークというクソキャラが X の番の一つですからね。相手はかなりちゃんとやらないとかね。さあ劣化神拳対決、うまい、高い、投げる、投げ返される。リードはストマックモミオフォーク、劣化うまい、今のはうまい。さあどうする 1P 側。マキリが剣2体、剣竜か、剣先に出してくる。さあ大足をふかしたところにしっかり劣化を叩き込む。あーコンボミス、オッケーオッケー。めくったら、うわうまい、しっかりしてんね本当に。さあやりすぎた、盛り上がるとお互い火力が高いのですぐに死んじゃうぞ。熱波で削り殺せ、この点だけでも調子より強い。さあうまい、見切ってぞ、ノーブスク、マクガスクを切って耐久する。マジで耐久の絶妙、よく見ている。さあマキリがすげえ強い、どうする、波動重なってマキリ勝利。じゃあ行ってください、うん、それは何が対象ですわ。さあ動画はちゃんと見えてるかしら。出てくるのはタケチーキャミ、開幕飛びが入っちゃって、ジャンプ強ポイント竜巻に竜強キックまで入るトッピオリチ、スタンしてしまうと9割は硬いというすげえから。しかしその飛びには命かかってるぞ。さあワキリがじっくりじっくり戦っている。上を見つつ、おお最後はバッチリ、あ音も OK、 ありがとうございます。さあファイヤーハロー、まずは龍側はファイヤーハローで地上戦を台無しにしていくところから始まります。さあしかしマキリの飛びプレッシャーがかなりある。おっと噛み合ったマキリが、あーっと後ろ投げられる、終了し、さあ投げてどうなる、真空どうする。さあマキリはこっからあと波動ともう一発って感じですかね。しかし飛びが入ったら終わるぞ、あーちょっと遠かった今の前、今の高さ微妙なところですね。8強パンチを選んだのかわざと、
質問では間に合わないと判断したかもしれない。さあ端っこ閉じ込められて昇竜対空しっかり、そして波動拳、波動真空、波動波動大足、これはお見事。さあワンピーカーどうする。トマックモミオの龍、さあワンピーが残ってるのは龍龍キャミモミオが茶色ですね。普段カラーがもうトマックモミオうまい、最高の飛び。おーっと勝負していったが相手は冷静すぎる。さあ両者真空溜まって大足切り返されて打ったのはもみを飛ばれる。さあ飛びの嗅覚だけで戦っているまである。内容はたけし圧勝していたがラウンドは取られている。というキャラは強いんですが、ちゃんとやろうとすると安定感に欠けるところがある。サギトロ失敗、投げる。端っこはサギトビが難しいし分からないですね。本当にサギトビになってたかしらというのがよく分かる、よくある。歩いて昇竜ぶち込む、ぶちかまして、さあこれは死んでしまった。もみを死亡。さあ残るは風切り、キャミーが先に行くか。対象がマキリリュウと、しかし相手はキャミーを知り尽くしているタケチ。波動拳と大足だけでまずはきつい。波動が飛ぶしかないんですが、相当意志を持って飛ばないと表からのコンボがそもそもむずい。スパイラル、スパイラル耐久されて、さあ端っこ真空が耐久になる。5ヒットは痛いぞ。どうする、ジャブで何かを牽制しているが波動拳をもらってしまい、さあ大将マキリ龍。元々は竜使いマキリ、最近は剣しか使っていない。開幕思いっきり読みが噛み合っている。さあファイアハード剣にはない超強い技というとやっぱりファイアハードですね。真空よりもファイアの方がきつい部分があります。真空もちろん超強いんですけども、さあ地上でを押しつぶしたぞ。マキリが超強い、本当にスタンダードタイプと言っていいでしょう。あしっかり耐久されて、常にサギ飛びが来るのがファイヤー波動の怖いところ。さあ距離見られて端っこにもう一回追い詰められる。真空もある。さあ高い真空ただの出ない、中腰届かない。
そして状況はかなり悪い。マーティに閉じ込められるか。歩き投げをとがめる、飛んでいく。最後は見てからっぽい。これでリーチ。さあどうなる。モミオがザンギを使ってればこんなことにならなかったのに。さあ勝利トーク。さあランの真空完全見てから。さあ斎藤失敗、踏まされた。マキリまだチャンスあるか。ぶつかっちゃう。投げる、生きてるぞ。ちょっとずつ体力を減らしているぞ。飛びを当てる外野手。おお、どうする。あと一発真空打っちゃった。これ厳しい。さあ対空大失敗、なんとか勝った。じゃあジャロップ行ってくれ。大将マキリリュウは重い重い相手と戦わなければいけない。エッサガの後はバイソンが出ていきます。うわーお、めっちゃしっかりしとんな本当に。さあタイガータイガータイガー、早すぎる。おお、バックジャンプ。ああしかしあれも間に合ってしまうのか。さあこれでリーチ。開幕大ロスで仕掛けていくが追っ払われてタイガーソットモード。こうなるとゲージを止めるぐらいしかやることがない。さあジャンプ攻撃が1が2回、体力勝ちしてる方がもちろん優勢になる。真空がウリッチしない。飛びがうまい。さあジャロップ締めてしまった。ちょっと早いですけど今日はここまでとさせていただきます。皆様ご視聴ありがとうございました。参加ありがとうございました。それじゃあの試合やっていきましょう。
Can't win.
Thank you.
Oh, man.
Thank you.